皮脂ぶつけてさ、あざできた、痛い痛い痛い、あざできたんですよね、右膝。ちえ、思いっきりぶつけてしまった、昨日の夜。そう、真っ黒です、髪の毛。今なんか紫色になってる。ハシビロコウです。そう、これさ、これね、めちゃめちゃ長いんですよ。めっちゃ長くて、あんま好きくない。あんま好きくない。でもこれ着るの何回目だろう。3、4回目なんですけど、ともきんかも。好きじゃないんですよね、首にこうやって。なんかだからチョーカーとか、あ、全然しないじゃないですか。それです、理由は。首がなんか不自由じゃないですか。なんだろう、ベストシー、あー、なんだろう、マフラーはします。マフラーは嫌になったら取れるじゃないですか。したいときはするけど、でもするときって大体とても寒い日だった、寒い時だと思うからいいんですけど、これはねちょっといかん。うん、喉の調子が良くなくてよ。明日以降は、明日は多分配信ないかな。明日、明後日、3日も、仕事してラジオしてなので、どうだろう、時間を見つけてします。12月は メイクをしていて、配信できそうな日にします。
メイクをまともにしてない日はやめときますね。仕事の前後でもあれなんですよ、部屋が空いてなかったらできないんですよね。でも明日はそんなに忙しくないんですけど、明日は多分まともなメイクはしてないからで3日は結構忙しいんですよ。で4日はね多分疲れてるんですよ。で5日可能性がありますね。セブンネットはいつしたっけな。10月？10月な気がする。水つけてください。喉がね痛いんですよ。早朝5時に配信とかないですね。ないです。
キラつける。